こんな星のカービィは嫌だ。ウィスピーウッズが、超絶強い。こんな星のカービィは嫌だ。なんか違う。こんな星のカービィは嫌だ。おっと、失礼。ちょっとしたことで、すぐ切れる。こんな星のカービィは嫌だ。メタナイトの仮面が、ドラ、モン。こんな星のカービィは嫌だ。ぽよぽよ、ぽよぽよ。青鬼の姿をした、カービィ。こんな星のカービィは嫌だ。カービィインダストリアルサンシャインストロングパニッシャーイズマイケルボブスレイルックルックデバイスオブロイヤルレモンティインティライミタマサブロー。カービィの本名が、超絶長い。こんな星のカービィは嫌だ。あ、カービィさん、あそこにいるのは槍を持ったわドルビー、吸い込んでコピーしちゃいましょう。吸い込む？そんなことしたら殺人罪で捕まるやないけ。それともお前が代わりに捕まってくれるんか？わしは今執行猶予中やから捕まったら執行猶予分の罪も上乗せされんねん。それに見てみ、槍ついとるやないけ。あれで怪我したらどうするんや？あ、いや、その、何も言い返せへんのやったら黙っとれー。へりくつが多くて、なんかいろいろ危ない。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。うぷ主が小学生の頃、星のカービィスーパーデラックスでずっと泥棒キャラのタックを使っていました。皆さんはどんなキャラを使っていましたか？